ちょっとあの本日 の, あの 映画見られて、あの全体的な感想をお願いします。全体的、個人的にアラブの国とかにすごい興味があって、今日もカルトゥーシュのネックレスとかしてるんですけど、でやっぱり歴史がすごい深い国で、とやっぱり日本と文化が違って、と何やはり神様っていう存在をすごい信じている国だと思うんで、そこがちょっとやっぱり新鮮だし、神様が一番というか、信じていれば奇跡は起こるんだなということを感じました。気に入ったシーンがあれば教えていただけますか。私最後のツバメがちょっと助けてくれるところが気に入りました。アクターについてはどう思われましたか。あの2つのタッグの人がすごい幼少期からの関係もあって、ちょっと入り込んで見ちゃいましたね。2人はこのデザインはあのサウジアラビアの若手アーティストがあのデザインしたんですけれども、あのその辺気に入っていただけましたでしょうか。はい、めちゃくちゃかっこよかったです。ございます。曲に関してはどう思われましたか。サントラすごい良かった。迫力あって、戦闘シーンのこのなんかかきたてられる感じが良かったです。今回あのコナン、メンタってコナンなどで知られる、はい、シスのコウ君氏が本編の監督をあの担当されたんですけれども、はい、映画全体のクオリティはいかがですか。そうですね、あの舞台挨拶でも言われた通りに3つ4つでしたっけの物語をところどころに挟んであるのがすごい分かりやすかったですし、なんかその場面の状況によってその話がすごいマッチしてて、すごい良かったと思います。